はあ疲れちゃったなどうしたんぷーさん疲れちゃったのもう疲れすぎてなもうやる気起きないわいまあ日本人は働きすぎって言うから、ね、あ俺ら人じゃなかったわみんなもあるだろ1ヶ月に1回か2回ぐらいああ今日どえらい疲れたなもう何もしたくないやって日まあそれあるだろうよまあ俺はないけどねみんなそういう日どうしてんのお風呂も入りたくないご飯も食べたくない何もしたくない動きたくない もう考えたくもない寝るのも疲れちゃうね今日相当疲れてんなプーさんで上のプーさん何やってんだい僕も疲れてるからこうしてるんだいや余計疲れると思うんだけどもう明日のことも考えられないぐらい疲れちゃったなプーさんみんな疲れてるよだけど頑張ってるだけど俺たちも頑張らないといけないなんて言ったってプーさんだからねいやぬいぐるみだって疲れるんだよ毎日毎日労働させられてさ分かってるマジか ぬいぐるるみって疲れるんだよだからさみんなもしすっごい疲れたときは「何もしない」をするのがいいのかもしれないな出た本家プーさんの名言「何もしない」を毎日やってるんだよなあれってどういうことなんだいそれがね僕には全く意味がわかんないのじゃあみんな今日も疲れてたらチャンネル登録と高評価よろしくねプーさん俺は今日も帰るけど明日も頑張ろうね、はああわかんないなそれは。 どうだろうな大丈夫かはあ